を見ていただいてね、またお目にかかりました。本当ですね、やっぱり私ら漫才やってる時一番のもう生きがいですからね、本当ね。はあ、もう生きがいも健康発達見てそっち、もうええやん、何の心配もあれへんかな、あんた嬉しいです、よだれはいらんちゃう。もう忙しいよこの人相変わらず。しかしなんですよ、私ら舞台人やからね、毎日毎日が勉強ですよ、本当。毎日が勉強、昔からよ言いました、芸人は死ぬまで勉強言われてねえで、あんた死ぬまで勉強、まして厳しい世の中、みんな耳超えてはんなんか勉強せなあかんで、うちは死ぬまで。もうあんたはもうあと3ヶ月ほど勉強させしまうやな。なんでやろ、見ず知らずに違わないのか、うちの命は。あんたあんた、あんたなんやな、その言い方、ね、姉ちゃんに対して失礼よ、その言い方は。この人もの言うとこ引っかかるんですよ。間違うてるか、そりゃそうやな、あと1年は持つわいな。エロカレーやな、表明してるやん、酔ってたかって殺そうとしてんな、あんた、ほんま腹立つわ。けどあんた勉強ってね、えらい絵描く言うてるけど、勉強してるから自分は。そんなこと言うわ、失礼なこと、こう痩せてもかれてもちゃリーダーよ、あんた何を言うとんねん。一個も痩せてへんがもうええわ。姉ちゃんでリーダーともなれば気を使うでしょ。気使うがな、やっぱりお客さんにやったらね、喜んでもらおうたら、あっちゃこっちゃと面白いネタないかいなも探しに歩くんですよ、私。姉ちゃんはどこでネタを拾ってくんの？まあ大体電車の中が多いわね。まあ、電車乗っててごらん、いろんな格好してみんな乗ってますわ。あれはまたね、あの観察するのが面白ってね。私はいつでも電車で通うんですよ。そうよ、そうだそうやね、うん、電車の中、そうそう、立ってる人に座ってる人、空いた席の1階の方で必死になって探してる人あるよね。今日らおばあちゃんな、汚なおばあちゃん、私の横来てな、こんだけしか空いてへんのにな、ちょっとごめんよってこと、せめておっさんやったら乗いだろう思てんけどな、おばあんやからクワーやめなさいいいケツしたと思うよ、そんなこと言うでもね、一番多いのは新聞を読んでる人ね。週刊誌も多いですね、そういえば。週刊誌を横手からこう覗き見してる人おるね、女の人では編み物をしてる人、そうね、その女の人の股をこう覗いてる人、なんちゅうこと言うんだよおかしなり、一生懸命編んでたらズンズン開いていくねんな、そこも、いや、女が見てても楽しみあるで、まあ、じゃあいけばいいや、女の言うことですか、それは人間の心理ですよ。でもね、だってこんな人もあるでしょ、居眠りをしてる人。あ、そうですね、電車の中での居眠り、いろいろなスタイルがありますね。隣の人の肩を枕に居眠ってる人ね、背がついか持ったまま立ったまま寝てる人ありますからね。雨棚に布団引いて寝てる人ね、俺はできることがあれへんやん、その辺見えたんかいなでもね、気持ちの悪い嫌な人がいてるでしょう。気持ちの悪い嫌な人、どんな人？痴漢をしてる人よ。痴漢、電車の中で痴漢は多いですよ、それは。それをまたされて喜んでる人な。そんなおるか、あんたこないだ喜んでたかな、だ誰がやんだ、この人、こないだ痴漢におうてんの。もうお前ええやん、久しぶりやわ。そんないいへんだよ定期代浮いたわ、もうええわ、なんと言って、この方付き合いし、全ては夢の花吹雪、人の出会いが定めなら、そうですり合うのも多少の因で、人と人との付き合いはこの世の人生の、やらせてもらったんですけどね、やっぱり三味線と浪曲というのは今日これ共通してますね。お、浪曲は三味線があるから、そうですよ、そうかな、ね、お三味線の力って偉いもんですな、やっぱりね、常にいいね、お客さんの前で恥ずかしい、いやいや、わざと前で褒めるやろ、いや、あんたのおかげでやれたんとちゃう、そんなことない、三味線ですけど難しいですで、ほら本当にこの音色を言うんですか、こうちゃんとこうしたりね、うん、私あんた6つの時から三味線弾いて、今年でちょうど12年弾いた、嘘ばかり言うな、年会えへんやん、顔と歌われへんやな、あんまりと言うわ、やっぱ10年選手で、もうよろしそこまでも、しかしね、考えてみたらね、お客さんも本当嫌になります、この3人がね、でも冷めても一緒でしょ、同じ顔を見てても体が上げきまして、もうほんまにもうたまには気分転換してみたい、私、そうですね、3人ともいつも同じ顔見てね、嫌やね、誰かとその気持ち分かるよ、嫌ですで、もうほんまにもう3人いつも一緒でしょ、
男気なかったら角立つよ。どういう意味やねん。その意味とちゃうねん。気分転換というと、衣装なんかこれも同じ衣装着てね。まあこれは常識ですよ、ね。答えパッとやって、これはお客さん見てて楽しみないと思うよ。まあたまにはこうリラックスした格好もいいかもわからへんな。うん、普段の格好でね、私はもう気分転換に普段の格好でピャーっと舞台出てみたいね。さあ、普段の格好で舞台出てくるわけね。で、私やったら何しよう。あんた、いつも着てるやん、T シャツ着てな。ジーパン履いて、ほんであのサングラスかけて。で、じゃあ、ジョーサンズですって出てくんねん。あんたサングラスはやめとき鼻低いから落ちるわ。何だかんやスミちゃんの普段の格好するやん。私やったらあんたいつもの格好やがな。いつもの格好とモンペ履いてリュックサック下げてリアカー履いてジョーサンズです。よそのまま終戦後の買い出しみたいにワンと言ってやる。普段のキコちゃんってキコちゃんってどんな格好出てくる。まあ私やったら、まあ、あの十二人一重着て。十二人一重やでモンペとえらい違いやで。あんた一升瓶下げてこう出てきてね。アンバランスな知らんわ。で私らね、あのお酒好きやもんね。大体好きですよ。3人とも3人とも飲みますね、はい、飲むみたいもええんでしょ。もうご飯おれへんから飲まなしゃあないんですよ。それはいかねえ。余計なこと言わんでほんまにこんなん連れてもらんだりするけど大概頭にきますで。こんなんもこんなんで私たまには一人になりたいと思います。何にも考えんとね、一人で部屋に降りたいなと私思います。ほんま そうよね。誰にかって邪魔をされない自由な時間が欲しいもんね。しかしね、女が一人で部屋におるときは一体何をしてるやろね。私やったらお部屋の明かりを消して、うん、窓を開けて夜空の星を見つめながら。ロマンチックやね。お星様にお願いをするの。ほう、そうですか。お星様、私の気持ちを彼に伝えて、私はいつまでもいつまでもあなたを待っているわ。何の心配もあれへんからね、この先はね。大きな口して喜んでしょうがないね。口のこといいね、3人とも大きねんから。何私も女が一人おるときは私も部屋の明かりを消して。あんたも部屋暗くしますか。いや、あの電球の玉切れてんねん。お嬢さん最初から暗いねん。ろうそくに明かりを灯して。あ、神秘的でよろしいね。そのろうそくのろうを自分の体に垂らして一人でもだえてんの。あの感触を忘れ、いや、もうそこまでしなさい。姉ちゃんとどなする。私はそんなね、電気明かりを消すってのことしませんな。電気は消したらが陰気でかなわ、うん、電気はいつもつけっぱなし、飲み屋もつけっぱなしよ。全部もうさ、本当のこと言いないな。ほんだ、明かりをつけて何をしてるわけよ。女やからいろいろすることありませんかな。部屋の模様替えしたり、着物や洋服なんて整理をしたり。この人やらせです。いつでも部屋でコソ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 整理してのそうです。この人ですがな、仕事中に整理休暇とんの。どういう意味やな。女が一人言ってますと、うん、やっぱりね、悲しくなるんですよ。寂しいから、あのまたやる。悲しく、あの、私は泣いてますいう歌でもね、あるぐらいやもん。リリーちゃんが。いや、あんた知ってねえな、あんた。なんやの、その歌。ベッドの上で泣いてね。そうね。ベッドの上でなくて、なんか絶対あったんやと思うけどね。ダイエット寝てはったんか知らんけどね。まあ、なんでもいいやろ。やっぱ女は一人寝るよりも、やっぱり男の人で寝て、もうしたいことした方がいいと思うわ。あの、いや、もうそれはすなじゃん。私は泣いています。ベッドの上で私は泣いています。ベッドの上であなたに会えて幸せだった。昼も夜も帰らない。あなたがいたからどんなことで誰より構わず、おっさんおっさん、これなんぼおっさん、なんぼでなんぼがおっさん。わしゃどうにもわかりまへん。忘れほんまに酔いわんわ。何はね、なんでこんななってたん。なんでここでおっさんが出てくんね。あんたけたなと思ったの。どこ、あ、おっさんと寝てはったんですわ。もうそんなアホなことやってられません。